タルフィードバックをご覧の皆さん、こんにちは。フェドレスの安香です。コーカスボアハンターの柳川克也です。今回はエニーパーミルの皆さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ではちょっと早速めっちゃ飛んだけどはい、エニーパーミルの甲斐マリノです。伊藤ヨイフロです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。がギターボーカルでリードギターを担当しております。伊藤さんがリードギターです。はい、今回初めての方も多いかと思うので、バンド紹介をお願いします。エニーパーミルは、A とN と Y とで、パーセントに1個丸がついてパーミルって記号あるんですけど、それでエニーパーミルって名前で活動してます。結構みんなからエニーパーって呼ばれるので、エニーパーって呼ばれるので嬉しくて、なのでエニーパーって呼んでいただけたらいいなと思います。結成自体は去年結成したバンドで、4月6日にもお披露目したんですけど、初めてのインタビューなのでとても柔らかにな。んかバンドのコンセプトもあるみたいなんで、ちょっと教えてもらえますか？はい、全然インタビューっぽくないかもしれないんですけど、台本っていうかコンセプト文を読んでもいいですか？どうぞそのままになってしまうんですけど、リーパーミルはシューゲーザーを軸にゲーム的バグ要素を、あれかな、彷彿させるノイズサウンドを放ち、さらにはバグから生まれる何でもありを体現していくバンドです。 Any% っていう単語がもともとあるんですけど、あらゆるバグを利用してでも最速クリアを目指すっていう意味のゲーム用語から引用していて、正規ルートにおけるクリア率は気にせずにバンドとしての突出を目指しますっていうところがあり、なんかそのシューゲーザーを軸に活動してるんですけど、ノイズ的バグ要素だったりとか、そのノイズ世界観みたいなところもちょっと強く押し出したいなと思ってて、その中でゲームとも結構親和性があったりとか、あとは自分自身の好きなところも90年代とかちょっと昔のビットが、ロビットな表現とかが近いんではなかろうかと、はい、というところですかね。ゲームの世界観とバンドのこう活動を結構融和させたいみたいな、そういう気持ちがあるんですか？あ、そうですね。もともとエニーパーセントって名前をつけて始めて、パーミルに改名したんですけど、もともと初期メンバーで中野さんという中ノイズっていうバンドの方がリードギターとしていたんですけど、結成の時のコンセプトとしてはそのゲームと絡めてというか、そこもちょっとありました。ちゃんと、答えられてます。なるほど。はい。RTA とかでよく聞く用語ですよね。うん、N2% って。はい。それ、駆け抜けるみたいな話、今あったんですけど、うん、それ、どういうところを目指してるんですか？目指してるところは、バンドとしての、なんていうんですか、到達点みたいなところも、なんかあんまり具体性はないかもしれないけど、やっぱり上を目指して、目標を持って活動したいなと思って、でもその正規ルートは気にせずに、エニパーならではな、エニパーでしかできないこととか表現したいこととかたくさんあるなって思ってるので、結構バンドとしてまだ歴はそんなにこれからだと思うんですけど、はい、マモちゃんはアイドルとしても今までずっと活動してきて、結構バンドとアイドルとしてのこの活動の仕方とかって取り組み方違ったりしますか？はい、そうですね、取り組み方っていうか大きい違いとして自分が思ってるのは、そのアイドル活動の方は運営さんがいてプロデュースされる側なんですけど、ほんと自主的に主体的なイメージなんですかね？あ、そうですね、そうです自分が一応フロントマンとしてやっていて、一応代表としてエニパーを動かしていく側に今いるので、何か大きな母体を自分で動かしていくってところが今一番やって大変だけど、これからも頑張っていきたいって思ってるところです。安香ちゃんは、はい、歌について質問があるってさっき聞いてたの、はい、いいですか？はい、
バンドとアイドル類されてるじゃないですか。なんか歌い方とかそのバンドはこうとかアイドルの時はこうとかなんか分けてる部分とか気にしてるポイントとかがあれば教えてほしいです。あ、分けてる部分はエニパは結構自分の中で感情を爆発させる気持ちというか内側にあるものを出していくっていう気持ちがあったりして、ちょっと自分の中では出てるか分かんないですけど過激というかちょっと鋭利な気持ちがあって、なのでその情緒的に歌ってたりするんですけど、でアイドルの方はやっぱりもうちょっと明るいテンションでというか楽しげに歌うっていうことは意識してたりもしていて、その違いはあるかなって思うんですけど、基本的には自分の歌詞とか歌詞の意味だったりとか自分が歌う意味っていうところを軸にいつも考えて歌ってるので、そこは変わらずで、でもエニパはやっぱり自分がもともと暗いので、なのでどちらかというとエニパは暗さを前面にって感じはしてます。なんか結構一人ぼっちだったり孤独だったりっていう世界観で、こう寂しいこう表現、アイドルだったらなんか隠したかったりするようなことをこうあえてオープンにしてると思うんですけど、そうしたいなって思った理由って何かあるんですか？普段から生きてる中で結構マイナスな感情とかネガティブな感情とかっていうのを自分はちょっと漏れちゃうタイプなんですけど、でもあんまり出さないようにしようっていう意識をしてて、それはなんかそのステージに立った時に出したいって思っていて、歌詞はの世界観とかも結構独特だと思うんですけど、作詞作曲結構それぞれのメンバーがやられてると思うんですけど、どういう風に作られてるんですか？みんなそれぞれメンバー一人一人作曲して、それもエニパの文字曲としてなんですけど、自分はダウソフトの旧ベースででも作ってスタジオ行って聴いてもらって合わせてっていうのをやってて、でバンドメンバー伊藤さんも旧ベース使い、僕はロジックでやってて、曲コードとメロだけざっくり作って、最低限こういう方向性の曲って分かるぐらいの、編曲というか、その辺を施した状態で、歌詞はこう歌う人が、書いたりした方が、いろんなところでこう自然な感じの表現になりやすいから、そこはこう彼女に任せしていて、そういう感じで、はい、のところはですかね。そうですね、ベースのアマックスさんっていうメンバーもいるんですけど、この方も2曲、今フルパンの1曲があって、作詞作曲全部やる人と、伊藤さんの場合は自分が作詞したいっていう、割とバランスというかいろいろこんな感じで、最後にお知らせがあればお願いします。はい、今回の配信でこの後フルパンの出番があるんですと思うんですけど、ぜひ見ていただきたいのと、あとエニパの代表曲があって一番みんな聞きたいかなと思ってると思うんですけど、生まれるべきではなかったっていう曲があるんですけど、今度主催で5月2日にライブをエニパ初めて単独でやるんですけど、そこでちょっと狂った企画しようと思ってて、1時間60分その生まれるべきではなかったをノンストップリピートで披露するっていうライブをやる予定なの で、今回はその生まれべきを聴いてもらいたいと思ってて、でも今日はあえて披露せず、その5月2日に多分60分だと16回披露できるんですよ。なので16回聴きに来てください。アンコールもお待ちしておりますそれでは5月2日待ってるよ待ってます。はい、ニーパーミルの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後もトータルフィードバックの配信をお楽しみください。